団たけしのスマイルラジオ。JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、川崎駅前のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。7月26日金曜日、第4回ドリームキングダムスマイルラジオ始まりました。最近は、35度を超える猛暑だったり突然の雷雨だったりで夏真っ盛りですが、元気に笑顔でやっていきたいと思います。今回は都内で活動しているバンド宇宙団の、土丸さんと関口マドレーヌさんをゲストで、迎えております。それでは、これ早速宇宙団の曲から聴いてもらいましょう。いつかは。っていう感じで、はい、なるほど。すごい。っていう感じですね。普段ラジオとかってやったことあります？ない1回だけ、うん、父丸は1回だけ。あ、そうなんですね、はい。その時は土丸さんだけだったんですか？土丸と望月が、うん、おー、うん、渋谷のどっかスタジオみたいなところで、うん、あー、なるほど。本当に今なんかインタビューみたいな感じでやったんですよ。そうです、インタビュー、それとあと望月さんが弾き語りで、うん、あー、なるほど、うん。そうだね、弾き語りで演奏とかね。でもここでも結構弾き語りでやってる人とも、いたりするんで、川崎でやってて、でまあ外から見えたりするんで、それで大手に、確かに、うん、いいかもしれない、確かになんか手振ったりしたら反応してくれるかな。みんな働いてる人だよね。そうだね、なんか退勤後ちょうど一番の時間だから、一番疲れてる顔してるなテンションがもうなんだこの人たちみたいにちょっと会釈してくれた。いつかは結構宇宙団の代表的な曲ですよね。そうなりました、ね、毎回やってるよね、うん、ライブで毎回やってるし、結構人気なのが、一番好きな曲って言われて、あ、いつかは、あ、でもいつかはだと結構いろいろ被るから、いやそうなんですね、いろいろ考えてくださまで、ありがたい、満点がお好き、好きですね、っていうことで、ありがとうございます。それが最後に流れますからね。ありがとう。結構宇宙だっていつかはってキーワード出てきますよね。満点の音も出てくるし、歌詞もそうかもしれない、望月の人生観が現れちゃう。そうだね、いつかは。あんま良くない人生観、多分良くない方の最近 その新曲のカシーニとかで、そこからこうなるたびに生まれてきたって、ね、あーすごい、え、そうすると分析がある、考察が嬉しい、そう来るかみたいな、ね、確かにカシーニがそうですね、音源してないのだったらカシーニですか、ね、あ、本当ですか、ありがたい、最初に聞いた時にすごい名曲来たなと思って、やった。結構歌詞とかもお聞きになる感じです、うん、そうですね、確かに満点とかもね、ユートピアとかも、歌詞がいい曲ばっかりだなって思って、確かにね、タキシーさんの好きな曲、
銭湯とか銭湯とかじゃやばいかやばいかダメだ銭湯プリンスタイガーおおすごい、うん、それでは、早速、宇宙団の2人の方を紹介していきたいと思います。それぞれ簡単でいいんで自己紹介の方お願いします。キーボードの関口マノレーヌです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラムの土丸です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、まず宇宙団の、バンドの名前の由来とかってどういう感じになるんですか？実はないんですよ。ないんですか？衝撃のそうですね、ボーカルギター望月さんが、名付けたんですけれども、なんか思いつきで言葉のインパクトがすごすぎて宇宙団って頭から離れなくなったから、とりあえずバンド名にしたって言ってたんですけれども、まさかこんなにバンドが長く続くと思わなかったみたいで今は気に入ってるみたいです。ああなるほど、はい、宇宙団って名前すごいインパクトあっていいですよね。絶対エゴサーチは引っかかります、うん、気に入ってます、なんか宇宙団のバンドの名前聞いてそのライブ見るとなんかすごいなんか未知のパワーがあ、そういう意味で宇宙団なのかなみたいな。あ、じゃあそうですね、そういうことにしましょう。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、バンドの結成のきっかけとかってどういう感じなんですか？そうですね、ボーカルギターの望月が、はい、始めたバンドなんですけれども、彼女がフジファブリックに憧れてバンドやりたくて、で中学生の頃からずっと曲作っていたみたいなんですよ、うん、で望月さんと幼馴染でかつ中学校が一緒でピアノがとても上手だった関口さんを誘ったのがきっかけです、はい、うん、おそうらしい。そうらしいんです。ピアノ上手だったんですね。ピアノ上手ですね。当時からね。そうかな。そうかな。ピアノ上手そうですもんね。そうかな。めっちゃうまいっす。うん、でそこから望月さんと高校生の頃に私が新宿ジャムっていうライブハウスにずっと通っていて、うん、でそこで出会って仲良くなって。うん、でなんか大学生になったぐらいかな、10年ぐらい前なんですけれども、なんかドラムがちょっといなくてバンドに入ってくれませんかみたいな、消えたドラム、そうなんか消えたそんな事件が、なんか取れなくなっちゃったって言われて、って大変だね、でもなんか曲聴いたら面白いからやってみたいなって思って入って、で大学生になって女の子のベースをねもう一人入れて、ボーカルギターキーボードベースドラムっていう4人編成のガールズバンドとしてライブ活動を本格的に始めまして、でメンバーチェンジをしながらやっていったんですね。で3年ぐらい前にベースが脱退して、でどうしようか迷ってたんですけど、やっぱフジファブリックの編成の憧れが捨てられなくて、でギターの今野くんとベースの高野島さんを誘って、で今野くんが声が良くて歌も上手いので、うん、歌ってもらおうってことで歌ってもらうようになって、今は5人組の男女ツインボーカルバンドっていう形になってます。あ、なるほど、男女ツインボーカルバンドっていいですよね。いいですね。なんかね、しかも女4男1ってなかなかなくて、なかなか珍しいあれですね。ただその曲を聴いた時に歌とかいい感じのハーモニーというか、うん、あ、ここ男しか出せないし女性しか出せない部分がなんかいい感じで出てて、うん、すごい魅力的だなと思って聞いてます、はい、ありがとうございます。で、じゃあ次の質問いきますね。はい、はい、さっき言ってたボーカルの望月さんって2人から見てどんな人ですか？あとめっちゃ変な人なんですけど、どんな感じに、
そうですね、なんか、ま、言葉喋り方はすごい上手いですけど、フォローしますね、喋り方めっちゃ上手だなって思います。なんか変なのはそのバンド名の由来の時にあって思い出したんですけど、なんかそのバンド名が決まった時にあのスタジオ帰りで私と2人で帰ってて、で電車からバスにこう乗り継ぎをするタイミングがあって、はい、走れば間に合うみたいな、で望月があの私の前をあのハーって走ってる時にめっちゃ走り方が変で、こんな走り方見たことないと思って、もう人間ができる走り方じゃんと思って、なんかもうあそれこそ宇宙団のでもう笑えちゃって、私は走れないぐらいだったんですけど、なんとかこうバスに乗ってもう2人でハッハッってこう息を整えながら、いや実はバンド名考えてきてねって望月が言い出して、もう何事もなかったかのような涼しい顔をしながら、宇宙団ってどう思うって言われたんで、なんか面白いからいいなって思って、そこまでのこう経緯も含めて、なんかあやっぱそういう人だよな望月っていうなんか思い出があります。そういうことですね。そういう人です。やばいですね。やばい由来ですね人間じゃない走り方したってどんな走り方した？4足とか。でもなんか楽器をこう背負いながらだったんだけど、楽器に走らされてるみたいな、もうなんかいやいや走らされてるみたいな感じの、楽器が本体だったみたいな。楽器が本体だったみたいな感じです。うん、あ、スマルさんから見るとどんな感じですか？うん、今日彼女から悪口言わないでって言われたんですけど。やばい。やばい。あの私は第一印象は最悪で、絶対彼女仲良くなれないだろうなみたいな、うん、なんかすっごい明るくてなんか。私からしたらすごい慣れ慣れしいみたいなでもなんかあこの人実はいいやつではみたいなのを思ったことが、私があの高校生の時になんかメアド交換して、で全然やり取りしなかったのに誕生日の日にデコメを送ってきてくれて、それがなんかいいなって思ってで多分私そのデコメなかったらバンド入ってないと思います。だからめっちゃいいやつです友達全員の誕生日を手帳に書き込んで、あすごい、ね、書いてた、すごいよね。そんな感じです。変な人でめっちゃいい子です。めちゃいい子誕生日のみんな覚えてるのってすごいいい子ですよね。いやすごいです。なかなかできないよね。なかなかできないですもんね。はい、あそうですね、では次の質問いきたいと思います。はい、川崎とかには来たことってありますか？もうその、はい、すみません、また望月さんと私の話になっちゃうんですけど、はい、それこそもうザ青春の街が川崎で、思い出の場所とかはあるんですか？川崎でありまくりますね。あの住んでる地元が、多摩川っていう川を挟んだ川崎のなんか向かい側のところで、チャリでもすぐ川崎に行けたので2人でチャリ乗って、うん、あのチッタの映画館とか、うん、映画見たりとか、そうあとラゾーナで買い物したり、うん、プリクラ撮ったり、うん、とかすごいもう、うん、あの街を歩きまくってました。質問さんは何かあります？私は川崎の思い出、あの望月さんとか関口さんからしたらすごい薄いつながりなんですけど私結構武蔵小杉の街が結構てかすごい好きで、高校生の頃学校終わりによく遊びに来てたんですよ。あの轟木競技場ら辺を散歩して、でちょっとカフェで勉強して帰るみたいないい過ごし方ですね。すごいあの思い入れのある街でまた来れて嬉しいです。そこにラジオやってるってなかなかあれですね、今こう考えると。はい、まあ、その川崎の話が出たんですけど、今度7月29日に、川崎クラブチッタの方でもうドリームスマイルっていう、自分が企画しているイベントに出てもらうのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで、まあそのイベントのタイトルがドリームスマイルっていうことで、まあ、笑顔をテーマに、まあ、楽しいライブをするバンドを集めてるっていうイベントなんですけど、最近なんか笑顔になったこととかあります？
私が、はい、土丸はですね、あの8月14日に宇宙だ新曲の銭湯って曲を配信リリースする予定なんですけど、その MV 撮影を7月頭ぐらいにやりまして、であのヘアメイクとかすごいしてもらったんですよ。でそれで、あ、ヘアメイクとかすると自分たちってこんななんかいい感じなんだって思ってめっちゃ笑顔になりました。やばいな、そういうヘアメイクとかって入ったことなかったんですか？入ったことあるんですけど、なんか、うん、成人式とか、あとはフレフレって曲あって、その MV 撮った時も入ってもらったんですけど、なんか今回が一番みんな可愛くて、みんなが可愛かったこともめっちゃテンションが上がりました。可愛いキッズが今手を振ってくれました。子供が通りました。通りましたね。私はその感じです。私は、最近引っ越しをしまして、で引っ越ししてからその自分の近所で全く猫を見かけない日々が続いていて、猫好きなんですか？大好きなんですけど、土丸も好きだね。好き、はい、猫派。そう、猫派、圧倒的猫派バンドです。圧倒的猫。そう、ただ全然猫がいなくてすごい寂しかったんですけど、ある日あの一匹真っ昼間の暑い時に見かけて以来、その日から怒涛の猫猫ハンティングが続き、はい、なんかその日からこうここに行けば見つかるみたいなちょっとコツを見つけてから、もう毎日笑顔の日々です。毎日笑顔の日々が。そう、笑う角には服着たいって言いますもんね。いいことがどんどん集まってくるっていうのが、笑うといいことがいっぱい。なんてイベントでもたくさん笑ってもらって、うん、盛り上げていきたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、先ほどちょっとあの銭湯の話とか出てきたんですけど、そのことについて聞いていきたいと思います。で、新曲の銭湯について、銭湯ってその最初のその曲を作るきっかけとかって何だったんですか？しずきさんがあのなんかコンガとかドラム系の打楽器の音をなんか OK 叩く音みたいにしたら面白いんじゃないかみたいな発想から多分できたっていう話を聞きました。でそこからメンバーでアレンジして、ダブとかレゲエ系になりましたね。いいですね、最初の始まりが、いいですよね。そうですね。あ、なるほど、はい、そういうきっかけなんですね。そういうきっかけです。でそれのやつは、発売あのリリースはデジタルなんですか？はい、配信のみ でリリースイベントやるんですけど、そこでは CD もちょっと限定で販売しようかなと思ってます。あ、なるほど、はい。配信リリースが8月14日、はい、サブスクとか、配信ストアで、で、リリースパーティーを宣伝もしちゃっていいでしょうか？はい、どうぞ。ガンガンさせてください。ずうずうしく、8月30日金曜日、新大田フィーバー、宇宙団プレイ贅沢ボリューム2、ニューシングル銭湯リリースパーティー、宇宙団とあとヒントというバンドとツーマンライブをやらせていただきます。 E プラスとチケットとかで、チケットを発売してますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、宇宙団で検索すれば出てくる感じですか？出てきます。はい、SNS とかも出てくるのでよろしくお願いします。銭湯に関して、はい、銭湯ってどういう曲ですかっていうあれですけど、曲名を聞いた時に銭湯って結構びっくりするあれですけど、あの銭湯に入ったら絶対みんなはーって言うと思うんですけど、その感じです。その感じですね。極楽上手な感じですね。はい、それです。そうですね、この後ちょっと聞いていただきたい。今日最速で聞けます。うん、あ、そうなんですね。お、短いタイプのショートバージョンで。あ、そうですね、はい、なのでフルはちょっとリリースしてから皆さんに聞いていただきたいなと思ってます。はい、じゃあ、早速銭湯聞いてもらいましょうか。はい、はい、じゃあ曲紹介お願いします。じゃあ関口さんお願いします。宇宙団で銭湯。ここですね。これって最初のところは楽器で叩いてるんですか？打ち込み。あ、なるほど。
ジャンベ叩いてるの、あ、そうなんだ、カンさんがジャンベ叩いてる、あ、カンさんジャンベおじさん登場確かにこれ、うん、聞きたい感じしますね生でこの叩いて、うん、ね、なんか今度は銭湯でやるらしいじゃないですか、蒲田、そうなんですよ、蒲田温泉で、そうですか、その後の話も、うん、その話も後でしなきゃ、うん、あ、まあそれ、まあ、また後で、はい、うん、聞き出していくんで、はい、すごいですよ、温泉でやるっていう、ね、なんか宴会場借りるとかってやる、はいはい、でもあの銭湯の方にも入れるので、あ、うん、1日入れる、うん、1日入れるテーマパーク状態とか、曲聴いてるとなんか銭湯に入ってる響きがあれですね、湯煙感にこだわりましたね、作ったのこう結構大きい会場とか天井が高いところとかに行くと、この響きがすごいいいです、ね。すごいめっちゃいい。天井高いところに実際にレコーディングをしたりとか。じゃあもうちょっとあの話さっと、はい。はい、マドレーヌのヌはヌートバーのヌだよ、スマイルだよごめん、何も分かんなかっただってラジオでも分かるんですよ、分かっちゃいますね、いやでもこれで笑顔生まれたんで完璧です、うん、大丈夫、ありがとうございますフォローが上手ですねヌートバーのヌってなかなかワードで出てこない最後はまださっきの銭湯でまだあの言い残した告知とかあるみたいなので、言い残した告知が、はい、はい、お願いします、はい、関口さんお願いします、私でよろしいでしょうか、はい、9月21日土曜日、蒲田温泉にて宇宙団プレゼンツ宴会、ニューシングル銭湯リリースアフターパーティーを行います、蒲田温泉の食堂にてライブイベントをやります。銭湯にも入ることができるので、お風呂に浸かってゆっくりするもよし、ご飯を食べてゆったりするもよし、ライブをずっと見ていてもよし、蒲田温泉にずっと入れてなんかずっと幸福度が高いイベントにしたいです、イエーイ、まあ、それであれですね、やっぱ銭湯って幸福度がありますもんね、そうですね、笑顔になって、うん、ライブ見て気持ちよくってことですね、はい、じゃあ、最後、番組からのお知らせの方で、締めていきたいと思います。で、川崎 FM、ドリームキングダムスマイルラジオを聞いていただきありがとうございます。今回はゲストに宇宙団を迎えての放送になりました。そして、来週の月曜はいよいよ川崎クラブチッタでドリームスマイルを、開催します。笑顔をテーマに楽しいライブをしてくれるバンドを集めたイベントなので、絶対遊びに来てください。次回のラジオは、8月23日金曜日、18時から放送します。それでは来月また笑顔で会いましょう。スマイルラジオでした。スマイル、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 スマイル。川崎クラブチッター。遊び来てね。宇宙団は最後です。っていう感じでありがとうございます。ありがとうございます。でまあ一応今これ最後に自分の好きな曲ってことで。ありがとうございます。嬉しい。そう、これがいいです、このサビのところの遊び使えてダメになってしまうので、最高ですよ、そこですよね、もう私遊び使えてダメになってばっかりから、ね、最高じゃない、かっこよ、なんかすごい今の宇宙団を表してるような、なんか、うんうん、ライブやってはちゃめちゃやって、うん、もう遊び使えて、うん、ダメになろうよみたいなダメになってる、うん、実際になってます、なってます、山中湖で
合宿やったの。やったの、やったんですよ、うん、そこでこの曲のアレンジ、うん、なんかちょっと足りないねってなって、うん、スタジオで合わせて、うん、星めっちゃ綺麗やねえ、あーなるほど、それでタイトル最後の最後にこれしたしました。田舎の星空ってすごい綺麗ですね。すごい綺麗。東京が想像できないぐらいのなんか。うん、綺麗だった。もうずっと星だよ。うん、花火したよね、夜ね。したー。花火したね。楽しかった。楽しかったね。またやりたいね。うん、クラブチッタは、そうだね。クラブチッタも大きい星が、星トラスっていうのがあって。そうそうそう。すげー。そこで、あれですね、うん、天の星で、っていうことですね、うん、じゃあそんな感じで、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。そのような機会をいただけて、うん、楽しかったです。じゃあこれでお別れです。じゃあバイバイ。バイバイ。たけしこう逆で見てるな。そんな感じですね。ありがとうございました。これで。よかった。イヤホンとかそのままでいいです。ありがとうございます。